仙台城本丸からの円形、生誕の高い山が、笹倉山、離れて、東側に、鎌倉山、戸賀倉山、八、倉山、なで倉山、松倉山と続く。大倉山は、なで倉山の影になって見えない。高層ビルは、ライオンズタワー、仙台広瀬、宮城県庁舎からの円形七つ森は、宮城県黒川郡大和町にある、七つの山の総称である。 最高峰は、笹倉山で、標高は507メートル。南川ダムの北東に6つの山があり、笹倉山のみが、銅ダムの南方4キロメートルほどに離れて座する。大宇山脈の東方に伸びる、絶上大地の松島丘陵上にあり、周囲の仙台平野各地から見ることができる。大宇山脈上の船形山から東方に、泉が竹、七つ森と続く峰峰は、 仙台市都心部の北方2 0トルあたりに、おおむね東西に並んだ姿として、市内の高層ビルや仙台城本丸などから、遠望され、仙台都市圏の北辺のおおむねの目安となっている。古い安山岩からなる、第三期火山である。地下に吹き出した火山が、地表近くの水星岩を押し上げてできた、ラコリス地形である。噴出時代は、北隣のタッシー森と、 同時期の約250万年前と推定されており、近隣の船形火山や泉が竹火山より古い。現在は、笹倉山を含めて七つ森と呼んでいるが、かつては、笹倉山は含めず、戸賀倉山から見ると、北西、鎌倉山から見ると北方に立つら、森を含めた七山を七つ森としていた。ある時期に、田柄、森以外の、 各山の薬師如来が笹倉山に合祀された。その後、標高の低い田が森は七つ森から外され、代わって笹倉山が新たに七つ森に加わり、現在に至っている。山の名称には共通して僧の字が入っているが、これは岩を意味している。七つ森自然有が整備されている。七つ森の生い立ちを語る朝比奈三郎についての民話が伝わっている。伝承には、 いろいろな種類があるが、共通する概略は、朝日奈三郎が土を運ぶことで七つ森ができたというものである。土を運ぶのにはガ柄を使ったとされ、これが戸賀倉山に沿って立つガ柄森の名称と結びつけて語られる。民話をもとにした児童図書として以下の七つ森があるが、絶版となっている児童向けの絵本として出版された創作物であり、 民話の忠実な記録資料ではない。この絵本がきっかけとなって宮床ダムのダム湖が朝日奈湖と命名された。宮床ダムの包み長部には絵本の内容が有田焼東藩として再現されてはめ込まれている。伊達正宗は天正19年と元那9年に大森で仕掛りを行っている。笹倉山山山町には正宗湖をお借り場の同票が設置されている。 狩り自体は史実であるが、これにまつわる伝説として、正宗が狩りの不調に短期を起こして、笹倉さんの薬師如来を鉄砲で撃ち壊したというものがある。現在の笹倉さんの本尊のご神体には、実際に包帯が巻かれているが、これは正宗がぶち壊したためと伝えられている。5月8日開催。かつては、旧暦の4月8日に行われていた、笹倉さんの山開き行事を兼ねる。 7つ森の各山頂には薬師如来が建てつられている。この7つの薬師如来を一日でも出ることを7、薬師掛けという。かつては旧暦の4月8日に大森薬師如来祭礼に合わせて行われていた。現在は地元の宮床村づくり委員会主催の行事として秋に行われている。達成者には登頂記録賞が交付される。短期という条件を外した場合、 あるいは開催日の定まった行事への参加では、内丹独行の場合、大和町商工観光課が、七つ森スタンプラリーを設定している。南川ダム資料館で、スタンプ台紙の配布、当派の認定、記念品の交付が行われている。南川ダムこの山々の西側に南川ダムがあり、ダム湖は、七つ森湖と呼ばれる。湖畔には七つ森温泉、南川温泉などの温泉がある。 山の東側には七つ森総合運動公園がある。また、国道457号が通過している。ありがとうございます。